こんにちは。なぎたぎチャンネルへようこそ。苗のかば焼きの調理法は、関東風と関西風に大きく分けられます。関東風は別名、江戸前風とも言うように、東京では関東風で調理するうなぎ店が大半を占めています。関西出身の方は、東京の柔らかくてふわっとしたうなぎが美味しい、という方がいる一方で、うなぎは歯応えがあってパリッとしてなければという方も多いようです。また、私のように様々な調理法でうなぎを食べたいという人間にとって、東京で関西風のうなぎが食べたいというニーズは確実にあるのです。今日はそんなニーズにお応えして、東京で関西風のうなぎが食べられるうなぎ屋さんをお届けします。それではうなぎ大好きチャンネル、今日も行ってみましょう。うなぎ大好きチャンネル。東京で初めて蒸さない関西風と認識して食べたのは池袋のカブトでした。今では食べログの東京うなぎナンバーワンの超予約困難店ですが、私が伺った2005年当時は開店前に並べば入れました。その時は運よくカウンター席に、そう、当時の店主岩井和夫さんの目の前。大将にうなぎは蒸しますかと聞かれて、迂闊にもはいと、お隣の席の常連さんとうなぎトークをしていると、それを聞いていた大将が、それだけうなぎ知ってるなら蒸すのは却下と出されたのがこちら。焼きだけでここまでふっくらジューシー、職人の技に脱帽しました。岩井さんは毒舌トークと言われていますが、うなぎ愛にあふれる方でした。あれから17年、店主が代替わりしてもその人気は衰えません。もう一軒、代替わりしても関西風を出しているお店をご紹介します。高田の馬場にあるうなぎ専門店アイカーです。前店主の頃は関西風を片焼きと言っていました。2017年に現店主になり、シンプルに関西風と改め、美味しい食べ方も提案しています。その食べ方は、まず山椒をかけずにそのまま食べる、次にネギ、わさびの薬味を添えて味変を楽しむというものです。蒸さないうなぎにはネギとわさびとの相性は良いのです。名古屋のひつまぶしなども薬味を添えて味変を楽しみますよね。言われてみれば納得の提案ですが、それをちゃんと伝える大切さを感じます。それが証拠にほとんどのお客様が関西風を注文されていました。お客様の要望に応えて関西風を始めたお店をご紹介いたします。文京区千駄木の稲毛屋です。昭和2年創業の稲毛屋は、現在の店主東間光弘さんで3代目。東間さんはうなぎと日本酒で楽しめるお店を目指しているとのことで、東間さんのツイッターには美味しそうな日本酒がいっぱい。東間さんのお話では、関西、特に大阪出身のお客様から関西風うなぎのご要望が多かったので、2008年の店舗改装を機に出すようになったということです。関西では珍しいうなぎ串を当てに、美味しい日本酒を飲み、関西風うな重で締める、稲毛屋ならではの満腹コラボです。長野県岡谷は、先は関東風、焼きは関西風、タレは甘めの岡谷流として、寒の土用の牛の日のイベントを開くなど、地域ぐるみでうなぎの町岡谷を PR しています。その岡谷のうなぎの館天竜が2019年世田谷区三軒茶屋に店を構えました。店内は岡谷のアンテナショップさながらです。天竜は岡谷でも太もののうなぎを使うことで有名。
うなぎが重なり合うようにお重に入っています。甘めのタレをまとったうなぎはプリふわ食感です。甘めのタレが飽きないように味変を楽しめる薬味を添えてありますよ。東京進出といえば200店以上あるうなぎ屋のほとんどが地焼きの店という名古屋から、愛知ミシュランガイドでビブグルマンに乗った2軒が2020年9月東京にやってきました。有楽町駅と新橋駅の間の高架下商業施設日比谷奥路地に炭焼きうな富士が出店。創業者である水野直樹相談役がうなぎの狩猟メーカー出身ということもあり、うなぎの品質は折り紙付きです。身の厚さや脂の乗り方、うまみが抜群の特大青うなぎをうな富士名物のうなぎ丼でいただくか、名古屋飯を代表するひつまぶしでいただくか、嬉しい悩みが尽きません。 JR 田町駅直結のむすぶ田町に出店したのは、創業90年を誇る老舗おろし問屋が営むうなぎ4代目キッカーです。素材にこだわるメッキの力は問屋の強み。大きさも太さも厳選したうなぎを丸ごと1尾、一本うなぎはぜひ召し上がってほしい品。注文に合わせてうなぎをさばいてから焼く様子が見られるのもうなぎ4代目キッカーの魅力。できるならカウンター席に座ってライブキッチンを楽しんでほしいお店です。ミシュランガイド東京掲載店からも絶品地焼きを始めたお店をご紹介します。文京区小石川の渡部です。渡部の3代目渡部ゆきかずさんは、日本でフランス料理、スペインで炭火料理を学んだ方で、とにかく研究熱心。渡部のスペシャリテ、うなぎのかば焼きとフォアグラのテリーヌは、双方の経験が生かされていると、ミシュランガイドでも紹介されています。その渡部さんが何度も試作を繰り返し、ついにグランドメニューに載せたのが、こちらの地焼きかば焼き。地焼きが好きで食べ歩いた方でも、焼きにもタレにも、その新感覚に驚くはずです。〇〇風、〇〇流では表せない、まさに渡部流地焼き。一度ご賞味ください。続いても研究熱心なうなぎ職人さんをご紹介します。亀戸天神前の八兵衛の2代目、山崎優也さんです。山崎さんはラーメン好きが高じて、うなぎエキス 100% のうなぎラーメンを作り、じゅん散歩などテレビで取り上げられるほど、さらにうなきもの主刀など発想力と美味しさは素晴らしいの一言。その山崎さんが名古屋うなぎをリスペクトして出しているのが名古屋式地焼き。一つのお重でかば焼き、白焼きが楽しめる白樺重はおすすめ。濃いめのタレのかば焼きはこってり、おろしや薬味をのせた白焼きはさっぱり。お隣の亀戸天神のお参りをして、運気うなぎ登り間違いなしです。今回はご覧のように都内で関西風のうなぎを食べられるおすすめの店を8軒ご紹介しました。ご覧の皆様の評判が良ければ第2弾も作りたいと思いますので、よろしくお願いいたします。今回の動画が良かったよという方は、ぜひチャンネル登録、高評価、コメントもよろしくお願いいたします。うなぎ大好きチャンネルはご覧の皆様の運気うなぎ登りをお祈り申し上げます。ご視聴ありがとうございました。